そうそうそう、やっていきましょうか。バイオハザード6ということで、ジェイク編最後までできればやっていきたいなと思うんですけれども、その結末やいかにということでね、まあこれを多分見ている頃っていうか、この動画が上がっている頃には僕が最後までやったかどうかっていうのは多分分かってるんじゃないかなというところでございます。まあ、前回ね、本当に最後の最後までご覧いただいた方はね、動画すげえ気になるところで切るじゃんと思ったかもしれないですけど、まあここでね、一体あの後どうなったのかっていうのが、まあ発覚していくというところでございます。まあということでね、まあ、ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、動画最後までご視聴いただけたら幸いでございます。まあね、このゴリラとね、まあ、それからね、サングラスをかけたね、金髪のオールバックの男の息子。めっちゃ遠回しな言い方をしたけど、まあそんな、ね、あの2人が対戦してるんで、まあ、銃を向け合うというのはまあお約束ですよということですね。まあ、そんな、ね、中で、ね、まあ、真実を伝えられた今、息子はいかに、ね、どんな心境でございますかというところなんですけど、ね、まあ、それはね、いくらなんでも、ね、その知らない父親だとはいえ、ね、父親を知らないまま過ごすことにならざるを得なかったのは、こいつが殺したせいだなんていうふうに思ったとしたらね、それはぶちのめすわっていうね、ぶちのめすたくなる気持ちは湧いてくる、湧いてくる、ふって湧いて出てくるわっていうね、そんな感じかもしれないですけどね。まあ、そんなこんなのに。まあ、やっぱり彼もね、少なからず父親に関して愛情があったのかもしれないというのが、まあこのね、態度を見ればちょっと出てくるのかもしれないよねっていうところだよね。うん、じゃなかったらさ、全く知らなくてさ、なんかあの母親を捨てたね、クソな父親だとかって思ってたら、あのね、こんな風にね、怒りを覚えて、怒りにわらわら震えてね、あの父親の仇だって銃を向けたりなんかってもしないかもしれないですからね。まあ、そういうことを考えると、まあ、なんだかんだジェイクもね、そう、ここで切っちゃったんですよね。さあ、彼はいかにということでね、まあ、ゴリラなんでね、人間と違って怖いっていう感覚がもしかしたらないのかもしれないですけど、はい、こんなね、近くでね、銃を撃たれてね、しかもね、当たってね、でもあの距離でね、このバーンって撃たれたら、多分、ね、耳いかれてると思うんですけどね、もう鼓膜が破れたりとかね、銃声でさ、とかってのはあるかもしれないですけど、まあ、うまいことね、まあ、ジェイク君の狙撃術が上手だったということで、まあ、無事ね。なんでポッペちゃんをかすった程度で生き延びることができましたというところでございます。はい。じゃあ、登っていこうか。Guys, I think this is some sort of lift. There's one over there too. Let's get out of here. なんかね、僕が3歳、4歳くらいの頃ってまだデパート行ったらエレベーターガールいたような気がするんだけど、90年代初期。いたのかな、あれ気のせいかな、アニメとかドラマとかで見たから いたような錯覚を覚えてるのかな、本当にいたのかな、どうなんだろう。What the hell is this? ここら辺がね、もうかなり記憶が曖昧になっている。別に3歳、4歳の記憶がね、ガツッと残ってる。Must we stop it? それはそれで素晴らしいわってなるからね。So, if that giant cocoon hatches, we're in trouble. 人生の記憶っていうのは本当にあるのかね。 Yeah, just a bit. We gotta get out of here in one HQ. どうも、あれ関係してるのかもしれないけどね。まあちょっと僕はそこら辺詳しくないからよくわかんないですけど。You know, you didn't have to put yourself on the line like that. Wesker deserved what he got. さあ、登っていきましょうか。さあ、ここはね、登る。これなんでここまっすぐ登らずにね、なんかこの海に浮いてるのかなって ね。Kid had the right to know. こういう仕組みね、全く謎だけど。Well, I'll tell you this much. You can't say a black for adventure working with you. Sorry. I know it's never been easy being my partner. Once we get out of here, all that's gonna change. 痛い、なんかどっかから、ちょっと待って。パソコンがカッチカチやね。パソコンカッチカチ。Listen. あ、そっか、違った。グレネードランチャーはあれだった。なんだっけ。やばい禁止ワードを言いそうになったから、もうパソコンがお怒りになってカチカチに止められていますので、はい、そんなこともありつつ、やばい後ろから狙われてるっていう裏足を痛い優雅にプラ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 飛んでるんじゃないわよ、本当にもう。やばい。もう何か、おお、落ちます。
何もなくね、周りから撃ってくるね、ロケランタね、スナイパーライフルの野郎がね、地味に効いてくるんですよね、これね。これまださ、普通に難易度がそんなに高いやつやってないから、あれだけどさ、普通に高いやつやったら、マジでね、あのね、一からやり直しにもなるし、ノーホープとかやったら本当に終わるから、しかもノーホープの場合ってさ、あのスキルが全くセットできないからね、もう死ぬ数があのチャプターごとに2桁いくっていうのザラにあったよ、弟と一緒にやってた時なんかっていうのは。そうなんですよ、 NPC じゃなくて人間同士が、そのヒューマン同士があの操作をやってたとしても秒で殺されるみたいなことっていうのがね、もう本当にしょっちゅうあったから、ね、でまた同じとこで沈殿で、あの他のその低い難易度のやつって死んだらね、体力が一応ねマックスまで上がるんですよ、マックスまで上がるんですけど、残念ながらね、ノーホップの場合は死ぬ直前だった体力だから、だいたいね、あのゲージが1になってることっていうのがまあザラにあるんですよ。気づいたらなんか終わってた。はーい、ここで青す復活じゃねえや、覚醒か、復活か、一回終わったやつ、お目覚めでございましょう。でもこれなんかあれだっけ、完成した状態で生まれてきたんじゃなかったっけ。こうやって2回行く、ダッチ、ああ、そんな、生まれてすぐにさ、なんか言っちゃうからそうなってるんですよね。なんか、あの時々さ、ツイッターとかでさ、子育て系のなんかツイートとかが上がってた時に、その赤ちゃんって、生まれた瞬間泣くじゃないですか、普通は。でも、その泣かないと空気が吸えてないからやばいみたいなことっていうのがあるんですよね。だから本来は生まれた瞬間に泣いてないとやばいっていうのがあるんですけど、なんか、うちの子が泣かないみたいなついてなって、医者が、これはみたいな、意味深な感じで、これはって言った瞬間に、この子、まだ生まれたことに気づいてませんっていうね、まあ、そういうなんかことがあったらしい。そう。だから、あの要は、中にいるときはさ、羊水に包まれてるからさ、あの、へその緒で全部栄養が来るわけだから、酸素も吸う必要がないけど、だから呼吸する必要がないけど、生まれたら呼吸しなきゃいけないのに、あの、生まれたことに気づいてなくて、あの、酸素吸うの忘れてたっていうね、そういうこともあるんだってね。でも、それはそれでまずいからね、さっさと背中ボームを叩いてね、あの、泣かさなきゃいけなかったりするんだけどね。はい。っていうような、そんなこともありました。ということでね、さあ、ラスボス戦だ。まだやることがあるんだろうって、そうなんですよ。やることがあるんですよ。このね、20歳のね、坊主の男の子をね、無事に送り届けるっていう仕事をしなきゃいけないっていうね、そういうお仕事です、ね。そうなんだよね、やることがあるんだろうっていうのが、ちょっとその言い方っていうかな、なんて言ったら、なんかすごい引っかかるんですよね。やることがあるんだろうって、結局やることって何だったのっていうと、ここを無事に脱出することしか、この後のシャッターでやってることってないんですよね。冷静に考えると。冷静に考えると、冷静に振り返って。うん。そうなんですよ、そうなんですよ、実はね。だから、うん、微妙だよねーっていうところだよね。さあ、こんなマグマ。これバレるのかな、海底火山だっけ、海底火山が近いところでやってるんですけど、まあ結局はやっぱあの電力をね発生させるのにも、あの熱がないとダメですっていうところだから、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、あれこれどっかにエンブレムがあったはずなんですけど、エンブレムがあったはずなんだけど、エンブレムが見当たらないので仕方ないから、降ります。ヒュン、さあ降りてきた。悪役の登場だ。ねえ、ここ一体何なんて、え、ってかもう、ちょっと待って、シェリーさん、後ろ振り向いたってことは、これから何が起こるかっていうのははっきり分かってるし、しかももう一回振り向いてるし。さあ、お目覚めの時間。無臭。ちゃんと回収されてよかったね。でもあれなんか右腕があれだね。統合した後みたいなのがあるね。ほら、右肩のところらへんに。で、なぜか、黒い鉄球をつけられているでゴンスというとこですね。はい。最終的に、ね、見つけた時の要領だよ。そんなマトリックスみたいなことされてね、シリをちゃんと倒れてよかった。マトリックス初めて見た時衝撃的だったしさ、どうしてもね、みんなが一度は真似したあの弾の避け方ってやつね、あれね、マジね、体の柔軟とね、あの股関節が柔らかくて、股関節が柔らかくて柔軟性が一緒だ。マジで無理だからね。ということで、これ右に行ったら終了のお知らせになるんで、さっさと左に走っていきましょう。Jake, we can't find him right here. It's too dangerous. ピョン、ついてこいよ。別にそんなお誘いしなくて結構でございます。あのもうあの平和にやるできれば無事に逃げて終わりたいので、はい、来てる。うわー、めっちゃ来てる。来てる。はい、ジェイク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 とジェイクでシェイクしようぜ。
シャカ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 。オッケー。フッキューバー。オッケー。オッケー。ああ、目の前に。なんだっけ、もうとりあえずもうあのこいつでラストだからもうあのありたけの歌をぶち込むんで。ちょ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 。じゃあ好きだ。それは誰に向かって言ってんのかな。誰に向かって言ってんだろう。これかな。で、あ、これも壊してたんだ。そうか、知らなかった。で、おお、危ねえ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 。そう、そんな大ぶりな、こういう食らうわけねえでしょ。だだだだだだだ、走ってくる、走ってくる。ああ、待って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 。まるで朝の息子のようにパソコンがカチカチやぞ。え、あなた本当にそうなるのって思われてた。あなた僕だって言うて31ですからね。31なんてまだまだ性欲の塊よ、本当に。で、だからもう、なんかもう、すげえ奇妙なエロいことばっかりが言って、しか言ってないけどさ。とりあえずもう、武器という武器を全部ぶち込んで終わりにしたいっていうことなんでね。はい。まあもう、ここで弾けちっても仕方がないから。遠い距離だけど、ちょっとが。うわぁ、じゃあ待って、ちょ、あのね、本当にパソコンカチカチすぎてね、照準を合わせる間もなく終わっちゃう。やばいやばいやばい。あ、なんかいつの間にかあれだね。火が消えてる。シュッ。だいぶ前に大きな違ってない。そんな大ぶりの武器使うからでしょ。だからそれあれね、ストレートにまっすぐ使うっていうよりは、なんか横にブーンってやった方が、多分ね、効果高いと思われるんですけど、いかがでしょう。あの、使い方講座みたいなのを開いて差し上げましょうか。あー、向かってきた、やばい。あ、いいね、君、そんな。じゃあ、俺こっち。遠くだからってライフルって打ち込ましてや。オッケー。あー、ちゃんとひるんでくれる。え、そんな優しい衆になってるんだ。オッケー、落ちます。これよかったよ、落ちた時にね、ちゃんと下に島があってね。よし、あー、ただでもあれだね、島で、浮島だ。あー、ちょっと埋め立て地たい。埋め立て地だからなのか、あれだね、普通に下から溶岩が、まあ何回もやったことあるから気がしてる。でんリーダーという名の彼女はね、まあ、カーラという名の彼女のことも言うべきなんでしょうけど、そいつを取られたことによる恨みがあると思って、恨みつらみが激しくね。てかもう、この頃にはだってカーラって死んでるんだっけ？確か、そうや。空母の時点でカーラ死んでくから、え、じゃあ、指示って誰が出してるの？ファミリー？え、そうなると本当、本当の黒幕どこなんだって話になっちゃうよ。あっち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 。あっちあっち、いてあれ？やばい。やっぱり、こう、やればやるほど謎が深まっていくばかりだよね。誰が指示出してんのってなるもんね。あ、ハウス自体は、カーラが死んだ時に、こうしておくみたいな、そんな、痛いだったっけ？いや、そんなんでもないよ。違う。としたら、時系列が合わないかな。空母でここに到着している間に、カーラは一戦交えて、エイタちゃんとキャッキャ撃った。危ない。キャッキャフーイチャイチャやってたはずだもんね。あれ、ちょっと そんな危なっかしいことやってないですよ。いつの間に腕はちぎるものです。あたしの武器、さよなら。さあこっからが本当の大切な時間です。何もやることがなくなっちゃう時間なんで、ね。まあ、とりあえずできることはあるんだけど、なんかね、それ本当に意味あるのみたいな状態になっちゃうからね。あんまりこっからシェリーの出番本当いらないんじゃないって思っちゃうもんね。とりあえずまあやれることが一応あるから向かってはいくけどさ、本当に必要？じゃあ、ここから援護するわ。Thanks。まあ、パソコンを動かす大変な作業でございます。カタ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 。よいしょ。あ、違う。あ、間違えた。あ、違う。遅い。これ、行かないよ。あ、完全にスルーされてる。当たるもクソもねえわ。これでも、ジェイクさ、無視してたらさ、お亡くなりになるとかそういうのあんのかな。なんか、あの、落とされて、キャーみたいな状態になるとかそういうのあったりするのかな。わかんないけど。まあ、そうならないようにさ、ちゃんときちんとサポートするけどさ。あ、違う、間違えた。ああ、下手くそ、貴様。チュイン。早く、電気信号、ビビビビビビ。電気が欲しいなら、それを与えてあげればよ。
こっちの方、あ、じゃあな、もう一回こっち、ここで待っとく。さあジェイク、頑張って、ジェイク、もっともっと、そら、気合が足りないわよ、気合が足らん。よし、行くか、発射。で、あ、やった、おお、命中するとこんなクラクラになるんだ。全然その動きが連動してないけど大丈夫。こんなクラクラになってる状態でめっちゃ攻撃してくれてたのに、一切合切なんか食らってる感じがしなかったよ。それダメなんじゃねー、もっと頑張ろうぜっていうことで、あ、めちゃ吹っ飛んでる、反対が吹っ飛んでる。おい、もう一回、ね、あ、ちょっと本当に私の、あ、終わったわ。 Take this、yeah. Take that! 私の出番、虚しき、何もすることもなく終わったんだよね。いっぱいお乳が出まくってるぞ。まあそりゃね、パンチされてば痛いっちゃ痛いけど、あっちあっち、そうなんだ。ここでちゃんと終わってたらよかったんですよ。どうやってあれ帰ってきたのっていう話なんだけど、この結論ってこの後も出てくるんですけど、この後も出てくるんだけど、どうやって行ったのよっていう話なんですよね。二度と面見せんなよ。お怒りの声です。よし、じゃあ行くか。 We finally killed him. Piece of cake. いい、楽勝だよ、こんなもん。はい、大丈夫そうかな。よし、じゃあこのまま進んでいきましょう。まあね、ちょっとエンディングなんかもあったりするから、まあ、結構ちょっとそのめんどくさかったりはするんですけど、うん、残念ながらね。まあだけどもう、なんかここまで行ったら、あとやることって、まあ一つしかないから、もうここまで行ったらもう最後までやっちゃおうよっていう、そんな感じですね。はい。ここまで行ってね。じゃあ次回パートでお会いしましょうって、なんか、多分、初見プレイっていうか、初回プレイの時、初回プレイ、一周目の時はやったと思うんすけど、まあ、今はね、そんなことしないですから、はい。ちゃんとね、やっていきますよ。ちゃんと最後までやっていこう。だからまあ、ちょっとこのパートは珍しく長くなるかもしれない。20分以上、もうすぐに15分以上やっているはずだから、はい、まあ、あんまり恐縮なんですけれども、もしかしたら、とんでもない時間になるかもしれませんが、最後に来ていただけたら嬉しいと思いますけど、普通にこの状態になってね、掴むことができても、その後にね、我慢するっていうことができるっていうのも、もうなんか、二次元の世界に入り込んでいる。どっから割れたの？明日スピードだって、ね、まだ結構これ、すごいよね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 、進んで、そんな、ね、軽く叩いてる姫があったら進んでって、進んでけろ、ぴょん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 、はい、急げ急げ急げ、なんかもう本当に自分の思い出としても、愛する女性が亡くなってしまった男はね、愛する人が亡くなった人間はね、本当に失うものが何もないから、何をするか分かんないですからね。こうなってる、いつの間に腕つけたんだあれ、よくよく考えればね、え、壊れてたはずだよ、そんな余裕まであったのに、あんな溶岩に突き落とされて、上からなんかよく分かんないパンクに落とされてたの。いやー、これちょっと新品に付き替えてくるわーっつって、いろいろ突っ込みどころがありすぎるねー、こんなスピードの中で買うことができるのが2人の圧力的にあり、どう引っかかってるんだね、こんだけ重いものが引っかかってるけど、よいしょ、力を込めて、アイコンを込めて、アーナブー、バイバイ。で、こっからがすごいですよね。で、これでまだなんか、登ってね、逃げようとしてるんだけど、これでも、このスピードで出ていった先にさ、普通になんかちゃんと脱出できる場所なんだろうな。なんか、ダメだよ、持っちゃいけない呪文がいっぱい出てきちゃうね。いやでね、なんでここにマグネットがあるんだって、ちょっとレパンとキラーってね、なんでこの部分ね、
あるんだろうね。まあそう考えたらバイオゼロもね、ベリーっつって、さあ照準が定まらないよ、セラだって大きいやつのダモーで、なぜかね、あのもともと左利きのはずのシェリーがここでは右で打とうとしてるっていうこともまずね、ちょっとおかしくないと思うんですけどね。だってずっとコインとか左で入れてたりとかしてたんでさ、シェリー、さあチョキン、ムービーなんかもう一回打ってみましょう。心臓が真っ赤っかい、もう一発作りか、あんゆーカチッ構えて、さすがにまだ作りだ、ここまでなりたい、圧力を失って暴走するけど、誰の命令を聞いてこうやってるんだろうね。とにかく最初にインプットされた殺せという命令に従って、殺せってか被爆しろなのかな、被爆しろだったとしたらね、殺しに行っちゃダメなんじゃねって思ったりするけど、まあそんなね、もう今更の細かいところ突っ込んでも仕方がないからね。これを救い取れた後、あの何が彼をそう思わせたのかっていうところに、あの関して突っ込んではいけませんから、皆さんあのそっとしといてあげてください。なんか彼はどうやら改心していただけたようですので、うん、このままカックスをね、まあ、していただきましょう。だからでもこれどう、要するに地下道を抜けて、だってね、海に囲まれた世界だから、このまま裸でったら大変なことになるけど、あのスピードでどこに出ていったんだって話だよね。はい、ということでね、バイオハザード6、最後まで動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、あの最後まで頑張ってくれてありがとう、そしてエンブレム全部獲得おめでとうということで、ね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押していただけたら幸いでございます。でね、まあもうご承知の通りですね、まず全部のパート頑張ってね、やっていこうということなので、残ってる A 段編を、明日からね、また皆さんにお届けしていこうかなというふうに思います。A 段編のね、エンブレムを、取得するっていうところの旅を、皆さんと共にやっていこうというところでございます。で、まあその後に一応控えているゲームっていうのはあるんですけど、それはね、またね、A 段編が終わったタイミングで発表ができたらなっていうふうに思ってます。はい。まあ、そんな別にね、隠すほどのものでもないんだけど、なんか先々にこれやろうと思ってさ、あれやってやろうと思ってるんですよって言っちゃったら、ちょっと面白くないかもしれないからね。と言いながら、どっかのパートで確かね、次これやろうと思って買ってるんですよっていうことを口滑らして言っちゃったことが過去あったような気もしなくもなくもないっていうことなんですけどね。うん。まあ、そんなこともありつつ、まあまあいいじゃないですかというところですね。はい。まあ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 、そんなこと言って、いやー、なんかね、もうね、長らく僕の動画をご覧いただいている方はもうご存知かも、ご存知というかもう周知の事実と思うんですけど、僕ね、まあ、性格がひねくれてくからさ、もうね、なんかありとあらゆるところにね、なんかもうツッコミを入れまくっているっていうね、なんか別にそんなこと気にしなくていいじゃんっていうところまで、ね、なんかついつい言っちゃうっていうね、ちょっと癖の悪い性格があったりとかするから、そこら辺をちょっとね直して、まあ、直せないよね、もう無理だね、今更ね、もう無理性格は変えられるか変えられないかって言ったら、結論ね、変えられないって僕は思ってる。かつてね、性格は変えられますっていう風に教えられたんだけど、性格が変わるっていうのはね、僕はね、解釈と不正確だと思うから、ね、だって温厚な人はずっと温厚だしさ、照れる人は照れる人なんですよ。で、それってどうやったら分かるかっていうと、一度ね、本当にね、ミッチもサッチもいかないんで、本当に追い詰められた状況を味わうと分かりますよ。例えば、納期が迫っているとか、なんか人に怒られましたとかね、自分でめちゃくちゃ、もう取り返しのつかないくらいの大きな失敗やっちゃいましたってなった時に、そこで、いや、これは大丈夫って、落ち着いた性格でいられるのか、やばいって汗ばかり飛びまくるのか、いや、あいつのせいで悪いんだ、みたいなね、誰かに向かってぶち切れるみたいな、そんなことってね、いうのが、いろいろ起こったりとかするんですけど、また素敵だったり、素敵だったりとかってね。でも、それに対して、例えば一つの大きな出来事が、まあ、自分が20歳の時に起きましたと。で、同じような出来事が30歳の時に起きました、40歳の時に起きましたってなった時に、積んでる経験値っていうのが当然その10年、20年分で変わってくるわけですよ。で、その時に、その時に、この出来事が起きた時に、どう対処したらいいんだっていう、その一つの同じ出来事に対しての解釈っていうのが経験値が変わってくる。それが、いわゆる性格が変わるっていう言い方ができるんじゃないかなっていうのを個人的に思ってる。なんか性格が切れやすい人はずっと切れやすいし、切れない人は切れないし、あわあわあわする人はずっとあわあわあわするしっていうのがあるんだけど、その対処の仕方っていうのが、バリエーションが豊富になってきたから、記憶が変わったっていうところに、錯覚した見方をしてるんじゃないかなっていうふうに思ってますけどね。まあ、これは、
の心理学に基づいた運動とかそういうかなコーチングに基づいたとかね、そういうあの行動療法運動とかそういうのに基づいたような科学的根拠がある何かの話っていうわけではないので、あの全然いや実は本当に性格変わるんですよとかって心理学で証明されてたとしたら、あのすいません本当申し訳ございませんっていう話なんだけど、事実は果たしていたりですね。まあ、エンディングテーマが今流れているところなんで僕はもう好き勝手ベラ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 喋らせてもらったんですけど、まあね、皆さんがね、あのそこら辺に関してねどう思われるかっていうのもね、ぜひねコメント欄かな、コメント欄とかね、は直接 DM とかでね、あの送っていただけたらね、一応ね、コーチングに関するね、なんだっけ、注意書きじゃなくて、あれな、あそこなんて言ったらいいんだっけ、うん、まあ、なんかとりあえず書いてはいるんですけど、うん、まだね、全然募集とかもやってるし、まあ今なんか80人とか100人とかっていうので書いてるけど、もっとあの時間が経ってるんで、もっと数は多いんですけど、ちょっとあれ変える、なんかね、そこのそのなんか自分のテンプレを変えるページを何回かこう、こちょ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 触ってんですけど、一生変わんないんですよね。なんか保存、ボタンを押してもずっとそのなんか上の方をチラ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 、バーが回っているだけになっている状態になってるんで、残念ながらね、変わってくんないっていう。そうなんですよ。変わってくんないから、もう一生なんかね、100人、クライアント経験人数100人のまんまになっちゃってるんですよね。いや、実際はもっと今ね、ありがたいことに、しれっと増えてきてるんですけど、うん。まあ、ね、僕でも需要があるんだなと思って、すごい、うん、これすごいっていう状態になってるんですけどね、うん。まあ、だから、そういった意味で、コーチング受けてみたいよっていうね、方はぜひね、僕の方にお声掛けいただけたらなというふうに思います。まあ、コーチングが何っていうのもね、全然お気軽に聞いてもらえたらと思います。まあ、別にゲームやりながらコーチングってこんなもんなんですよっていうのになって、そこまで紹介するのはちょっとおこがましいかなというかなと思いますんで、まあ、別におこがましいとかそういうのはないか、おこがましいっていうわけじゃないけど、まあ、ね、まあ、そこまで説明するというのではありません。はい。ということでございます。ということで、これエンディング、ああ、今チャプター4まで来たから、もうちょっとエンディング流れてくれるかなと信じたいんですけど、どうでしょうか。はいはいはい。でもね、前も見てもらったことがあるかもしれないけど、レイダ編がマジでひどいんですよ。エンブレムが全然集まってない状態、マジでひどいから。だからエイダ編はね、ちょっと下見というか、下調べをしてね、どこにあるのかっていう、そういうのまとめてくれるサイトがあるから。事前にね、どこにどんな、どこにどんなじゃない、エンブレムって、どこにね、エンブレムがあるのかっていうことだけはちゃんと調べてね、それ取り逃したらね、企画の趣旨がね、もうボッコボコになっちゃうから、それがないようにだけちょっと、ね、ちょっと調べておいて、はい、調べておいて、注意しておいて、A 大変で、ね、臨んでいこうというふうに思いますので、ぜひね、お付き合いください。ということで、もう、でもこれでもまだチャプターっぽいね。まだチャプターっぽいだから、もうちょっとでもかかる。いや、でもこれ何分くらいになってるんだろう、本当に。なんか久々にこんな長くし、ベラ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 、ね、バイオシックスで喋ったな。だいたいね、15分から20分くらいの間でね、区切っているパートの方が多いかなと思うからさ。これ気づいたら30分くらいやってるのかもしれないよね。いやー、大変だったわ。本当に、もういろいろとね、まあ、本当に。実況してる部屋ね、うん、まあ、今嫁さんと娘ちゃんもね、別室で寝て、くれてるんですけど、寝てるんですけど、まあね、真夏じゃないですか、今ど真夏ですよ。ど真夏に家族で過ごす部屋、リビングには扇風機があるんだけど、僕の仕事部屋ね、まあ、これ仕事部屋っていう名の、まあ、こういうスペースであるんだけど、ちゃんとね仕事だけをする部屋じゃないんですけど、僕が普段からね、一人で仕事とかテレワークとかやってる部屋なんですけどね、簡易扇風機はちゃんとあるんだけど、クーラーがないから扇風機回しちゃうと、そのブーンって音がどうしてもね、このマイク拾っちゃうから、クーラーの方が静かなんですよ。部屋のね、部屋のリビングのね、なんだけど、だからしんどい、めっちゃ暑い、どうしよう、シャワー浴びようかなって、この真夜中のね、もう2時とか回ってるんだけど、真夜中の2時に、ね、こんなことをベラ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 喋りながら実況してるんですけど、30分も喋るとね、もう本当にもう
もう汗でダックダックっていう状態になっちゃうから、真夏だとね。だから皆さん本当にね、汗でね、あの水分が抜けてしまった分はもう本当にね、ちゃんと水分取ってくださいね。もうあの体の何パーセントだっけな、なんか 1% か 2% か 5% とか忘れたけど、それだけ本当にちょっとの水分が抜けるだけで人間パフォーマンスが落ちてしまいますし、あのまあ自分の命を家にさらされたりとかもあるから、大変ね。ということで、ジャストコール、白組、白組っていうことで、まあで、まあ、こういうね、絵柄系がね、絵柄系とかしら、イラスト系が出てきたら、まあ、エンディングが近いという。エンディングナウなの。エンディングが近い。エンディングの終わりが近い。エンディングナウなの。もうダメだね。夜中の2時になってさ、もう、あの、あて仕事でさ、一日頑張って働いた後にさ、もう、あの、寝ずにさ、あの子供をこう、寝かしつけたら、嫁さんとの2人の時間が綺麗で、寝た後にさ、もう本当に寝た後にさ、一人でね、もう意識朦朧としている中で MC ですけど、日本語喋れなくなる最悪の事態に陥るので、皆さん本当にね、あの水分に気をつけてくださいね。あの偉そうに偉そうに言われたら気をつけてくださいね。健康気をつけてくださいとかできながらね、その本人が全然健康に気をつけてくれしてないからね。あの超暑い、も30度を超える灼熱の中でさ、まあさ、まあ、あの部屋の中は30度超えてないかもしれないけど、うん、何を言ってんだ俺は。はい、ということでね、はい、本当に動画ね、ご視聴いただきましてありがとうございます。ということで、最後のねエンディングテーマもうダメだ、もうダメだ、もう本当にダメだ、うん、ダメダメダメ、エンディングテーマになっちゃう、ちょっと待って、はい、エンディングテーマじゃなくてエンディングを、ムービーが、を今から見ようというところですね。はい。ということで、しかし、まあ、これ本当、何の駅なんだろうな。何の駅じゃん。本当にダメだ。もう本当にダメだね。何の駅だとか聞いちゃってる。何の飛行機だよ。His relationship to Albert Wesker as top secret.Recognizing the threat it could pose to global security. でもパソコンがつながるってのはすごくいいよね。で、一個気になるのがさ、あの時と同じ服装なのよ。こっから何してたか分かんないけどね、あの時と同じ服装なのよ。ちゃんと洗濯してるよね、ちゃんと。分かんないけど。いいよね、でもこんなカップコーヒーをさ、テント置いてさ、こんだけ広い机で、ふかふかのソファーでね、寝れたらね。まあ、あのほら、僕、沖縄に行ってワールドカップ見に行くんですよってお話したけどさ、残念ながらエコノミーですね。エコノミーだから、こんなに出たけど、一度でいいから、ファーストクラスで海外旅行とか行ってみたいよね。まあでも多分3桁万円するんだろうな。アメリカとか行ってみたいよね。さあ、サングラスをかけた彼は、本当に、パパ上そっくり、なんですよね。このちょっとニヤッとした感じがして、パパ上。何をしてたんだ、飛び立っている飛行機を見に行くんだったら空港でよくねって思ってる行動が謎だわ。Biohazard 6ということでね、本当に動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。明日からはね、もう本当にもう全人類が憧れる大人の女性エイダをやっていこうというふうに思いますんでね。まあ、また、あの、おそらく明日と同じ時間にね、動画をアップできるようにしていこうというふうに思っておりますんで、お楽しみにチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してお待ちくださいませ。あ、そうか、これ全部終わってるか。このムービー始まる。このムービーが全キャラの共通でやるんだったら、エイダはエイダの、あの、アフターストーリーがあってくれたらよかったんですけどね。ねえ、メインストーリーで終わっちゃいますからね。はい。じゃあね、この辺りで終了とさせていただきたいというふうに思います。じゃあまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。ポイントチェック。